はい、どうもガスインです。ということで今回も昼休みの春国おじさんやっていこうと思うんですけれども、1戦目はララということでトリガー1スキル1でやっていこうかなと思います。相手はウルトラダイヤモンドのララなので、まあまあまあしっかりしてるんじゃないでしょうかというところもありますけれども、春国おじさんはしっかりと春国を狙っていこうかなと思っております。よろしくお願いします。まあ今回はですね、やっぱいろんなレパートリーの春国を見せたいから、勝ち負けよりも春国を狙うということを大事にしていきたいんですけれども、暴れでしたね。ワンガードからの暴れが見られたので、しっかり昇竜拳を落として、これ投げしけ狩りで小技に膝が刺さってゲージしっかり溜めて、これはノーゲージで最大のコンボ入れで直接投げますね。直接投げるで、これを重ねるとしっかりと暴れ潰しをして、中盤灼熱で1ラウンド取っていく。ゲージは2本で、あいつは1本と。ララは結構ね、長い技で牽制してくることが多いので、これには中足を押したい。結構ねクラップ多いね、あのビリビリね、ビリビリの球が多い人にはしっかりこう膝を差し込むっていうのを意識すると、結構ララ戦はうまくいきます。落として駒投げ、あこれ高いんね。中足決めて、これ決まっていくしっかりとミスった残空と見せかけ着地で春国殺を決めていく。いやこれ久々な春国だね。あまり見ない春国殺、相手も技を出してたので確定していましたね。まあまあまあ、じゃあ次のラウンド行ってみましょう。ラウンドじゃないか、次の対戦だね。行ってみますか。ドッカン。ちょっとマイクがミュートになっていて、今やっと喋り出してるんですけれども、しっかりこれ昇竜拳で落としていく。大灼熱を、大灼熱を打って、これも中達の巻きで抜けて、コアコパ中達巻き直接投げる。で突っ込んでくる、肘で突っ込んでくる。発動したいよね、発動したいよね、発動したいよね。ビリビリ置く、ビリビリ置く。しっかり丁寧に相手の発動を食らわないように丁寧に丁寧に EX 肘狙ってる。しっかり相手のスカリに技を確定させて、こうバックステイ。なんかミスっている。中盤膝昇竜拳、まあもう一回もしかしたら余裕があれば春国狙うんですけども、開幕はこれで積成拳、中足間に合わず、これちょっと高いよね。しっかりバックステで避けている。 EX を使って昇竜拳はカス当たりだけれども、で前捨てからここは発動したい肘投げて、これ中達抜けれます。投げて波動拳打たない、波動拳打たない。いやでもこれワンチャン瞬刻あるんで、 V ゲージもらいたいな。 OKOKOK、 V ゲージもらってこれでは発動しちゃいます。発動したらなんか相手がミスって膝弱達波動拳でフィニッシュと、まあまあまあ春国一回決めれたのでよかったんじゃないでしょうか。ということで今回マジで昼休み少ないのでこれで終わります。今日はね一回だけ撮り直ししたんだけれども、まあその撮り直しの方も良かったんじゃないかなと思うんだけれども、とりあえず一戦だけちょっと短めの動画にしてアップしていこうかなと思いますので、今回の動画はこれで以上となります。お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。